YouTube をやる思いに至ったきっかけが浦和レッズなの。で、周りに何かを返したいと思ったの。プレーだけじゃなくて。何していいか分かんない。アンドレス・イニエスタ選手。おお。見てください。ここ埼玉スタジアム、すごいですよね。だいたいこれね、座席でいうと6万人入るんですよ。まあ今日はね、観客誰もいないんですけど、浦和レッズさんと、埼玉スタジアムさんにのご好意のもと、今日はここで、収録させていただいております。本当にありがとうございます。今日はこの思い出の詰まったこの場所にですね、特別ゲストが来てくれています。那須大輔さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。いやいや、こちらこそありがとうございます。今日は那須さんの YouTube で実は密着を受けていまして、その間に撮影しております。いい感じで撮れてますか？いや、かなり面白い撮れ高。あります？もう完璧です。大丈夫でした？いや、大丈夫。もう結構心配してましたけど、撮れ高はもうバッチリあったので。バッチリ。バッチリです。だんだんコメントも雑になっていきましたもんね。那須さんの。そうです。もうちょっと撮れ高お腹いっぱいだなと思って。もういいよと。ね、なんか那須さんっていうのはあれなんで、ね、まあもう那須って、ね、そうだね、やめようね。こういうのなんかちょっと違和感あるからね。そう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 、うん、でも一番最初に会ったのって、うん、いつだっけ。ユースアンダー18とかの日本代表の合宿、あ、静岡の静岡の清水の J ステップで、うん、あれだ、合宿の終わった後に、うん、香港遠征があって、うん、で行った組でしょ。行った。俺は残された組。その時ね。そう、うん、俺あれね、悔しかったな。悔しかったあの時の。いやだってさ、うん、30人ぐらい集まってて、行くメンバーが20人ぐらいだと思うの、うんうん、そうだね。で、行かなかったメンバーが10人ぐらいだと思うんだけど、うん、チームがもうほとんど出来上がってる段階だし、うん、まあ、ワールドユース、はい、アンダー20の大会だよね、うん、のためのチームではあったものの、そこに行って出れないとか、うん、遠征に選ばれないって悔しいよね。まあね、うんうん、その当時大学生でしたから。そうかそうかそうか、うん、駒澤大学、駒澤大学、そうだったから、まあもうみんなプロだったから必死だったので、周り見えてない、見えてない。あ、かっこ、もうケイタはかっこいい人いたみたいな、もうそんな感覚。喋ってないじゃないあの時。確かに、うん、そういう意味ではさ、仲良くなるきっかけってさ、うん、いつなんだろう。いや、そこがね、明確には覚えてないんだけど、うん、でも多分オリンピック、そのアンダー23の活動が始動し始めて、うん、その時さ、うん、まあちょっと来るね、車中でも話したんだけど、阿部、うん、とさ、うん、3人で飯食いったりさ、うん、うん、そうだね、したじゃない。したしたした、うん、その辺からか仲良くなったの。その辺だと思う、うんうん、その辺からまあこう結構普段もこう話すようになったというか、うん、コミュニケーションをね、密にするようになったとは思う。会う機会が多くなったのって、うん、とはいえレッツに入ってから。いや、それは、うん、そうだと思う。だから俺はまあ勝手にだけど、その、うん、ケイタが取るリーダーシップが羨ましくもあったり、だから俺はこう自ら喋りに行ったり、なんか盗もうっていうのはちょっとあって。俺そんな感じ。そんな感じ。なんかさ、なんかキャラがさ、すごいさ、こう持ち上げキャラになっててさ、なんか変わった。どう。変わってない。そんなことない。そんなことないんだよ。なんでかって言ったら、これね、会った時に今日密着させてもらってるって言いましたけど、うん、まあそれはね、経営者としてのその鈴木啓太の姿を今回初めて見させてもらったんですよ、うん、で、プレイヤー時代のキャプテンとか、まあ日本代表もそうだし、浦和レッズとか、うん、いろんなところでキャプテン仕様を発揮してる啓太、うん、もちろん知ってるから、うん、あの時はやっぱね、少しね、良くも悪くもトゲトゲしてる。うん、自分では分からないトゲっていう、うん、それが表に出るっていう、しかも表にこう前に立って、うん、少しトゲトゲしくも走ってんだけど、周りもこう引き込むみたいな感じのリーダーシップだったの。はい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 。で、今はかなり後ろに行って、縁の下の力持ちみたいな、周りを優しさで包むみたいなオーラになってる感じ。でもそう、現役の頃となんかすごくこう違いますねっていうふうに言われるんだけど。言われるでしょ。え、近くで見てた人間でもやっぱそんな感じ。いや、すごく。でもさ、最後の方ってさ、どっちかって言ったら俺今みたいな感じだよね。そうそう、最後の方はね。今日ね、すでにね、少しね、真面目な那須大輔なんだけど、うん、まあそういったところをもう少し、うん、深掘りしていきたいなと。はい。で、まあ
自分は今会社作って、うん、そこからこうサッカー界とかに貢献できればいいなっていうふうに思ってるんだけど、那須、うん、は、うん、YouTube でこうサッカーを盛り上げてるじゃない、うんうんうん、で最初ってね、那須、うん、どうしたんだっていう声は多かったじゃん、まあまあ、もうほぼね、実際に、ね、俺もだって実際そう思ったところもあったし、うんうんうん、でそれがさどういったきっかけで、うん、そのこうスタートしたのかっていうのを少し聞かせてもらいたいなと思って。YouTube をやる思いに至ったきっかけが浦和レッズなの。浦和レッズのサポーターなのよ。初耳。そう、面白い、うん、はいはい。で、はい、そこは何でかって言ったら、今まではそのまあいろんなクラブそれまでにも移籍させてもらって、うん、でサポーターっていうとお声掛けしてくれる時に、うん、週末の試合頑張ってくださいっていうのが通常だったの、うん、でだから応援してくれる人だったの。浦和レッズに移籍してきて、うん、まあやっぱ街歩くとさ気づいていただけて、うん、で週末頑張りましょうじゃん、うん、一緒に戦いましょうみたいな。確かにね。そう、皆さんの口を揃えて一緒に戦いましょうっていう。確かに確かに、それ違うよね。違うでしょ。いや、そこで育ってたから。そうでしょ、それが通常じゃん、うん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 、俺それに違和感最初あったのよ、うん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 、そう、違和感あって、でそれで一緒に戦おうってどういうことやと思って、うん、でもこの人たちは命を張って応援して一緒に戦ってくれるんだっていうのを気づかしてもらって、プレーとしての本質を気づかしてもらったのよ、うんうんうん、で周りを見るようになって、うん、勝った後もスタジアムでこう喜んでね、抱擁してたりとかハイタッチしてたりとか、うん、スタッフ裏方の人とかも、まあ、スポンサーもね含めてなんだけど、うん、そういう人の思いのもとに自分は成り立っているとか、選手はピッチに立つ11人はその表現者なんだ、うんうんうん、ただ思いを背負った表現者っていう、うん、っていう位置づけになってから、うん、まあ、そこのやっぱプレイヤーとしての本質を築いて周りに何かを返したいと思ったの。プレーだけじゃなくて。そう、プレーだけじゃなくて、うんうんうん、特にまあ J リーグとかいろんなチームとかその関わる人に還元したいっていう思いになっていたって、そしたら何すればいいだろうっていうところに考えついて、でヴィッセルの時にまあその YouTube って媒体を知って、それまで知らなかった。知らない。 SNS も否定派だった。確かに、うん、そうだったよね。そう、うん、のインスタとかさ、うん、そういうのも全部なんかそういうのやるのナンセンスだみたいな、うん、選手はみたいな、黙ってプレーすればいいんだ、男は黙って。そうそうそう、薩摩魂。あ、違う。そうそうそう、いや、そっちも楽しい。いや、ほんとそんな勢いですよ、うんうん、で、でもその YouTube って媒体知って、うん、そのやっぱその拡散というかさ、影響力の強さっていうのを知った上で、うん、ここでサッカーというものを広めてみるというか、チャレンジしたら、よりそれがまあ定着したらね、うん、まあ、ライト層とか、いろんな層に響くと。なるほど、うん、だから、もうここで勝負しようっていうか、チャレン、まあ、勝負っていうかチャレンジしようだよね、うん、どっちかって言ったら、うん、まだ現役だしね。そう、うん、で現役でやることに意味とか意義が乗っかってくると思ってたから、うんうん、そうだからまあそれでまあやろうと思ったんだけどね。うん、そのね YouTube を始めるにしても、うん、その最初ね自分でカメラ持って、うん、はいっていうわけにはいかないじゃん。いかないいかない。どういうふうにしてね、うん、それを配信していいかとかっていうのもあると思うんだけど、うんうん、その体制ってどういう形でスタートしたの。体制は一応まあ YouTube の会社がサポートしてくれて、うん、で、まあ、その撮影スタッフとか段取りとかもまあ教えてもらったりする中で、うん、それでこうサポートしてもらえながら最初はもう見切り発車というか、うんうんうん、今は自分のチームを持って。そうだね、まあ、会社というかでやってる。そう、まあ、業務委託っていう形で YouTube の会社にお願いしたりする時もあれば、まあ、自分でも雇ってる人もいれば、うん、で編集マンとかも外注したりとか。なるほど、うん、へ、ある程度、まあ、うん、大きな枠組みでのチームっていうのはあるけど。ほうほうほう、うん、なんかさ、その YouTube をやる中で、うん、最初の苦労って何かあった。最初の苦労っていうかね、最初でももう大きな苦労、何でもいい、もう多分ね、うん、こうチャレンジすることに対していろんなことが起こるじゃない。ある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 。その苦労、なんか、うん、まずね、何していいか分かんない。企画がってこと。企画が、うん、何していいか分かんないから、サッカーやってもつまんないんじゃないかとか思っちゃったから、うん、だから自分のプライベートをこう乗せようと。なるほど。サッカー選手ってこういう生活してますよとか。そう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 、まあ、別にサッカーだけじゃなくてこういうこともありますよとかっていうことを伝えていこうと、うん、伝えていこうと。で、うん、YouTuber の人とコラボしてもらって大食いやったりとか歌歌ったりとか。歌歌ったりはなんか画面に出てきたことある。あれ、那須歌うまいの俺知ってるけど、うん、あれ、なんか歌う歌い始めたぞ。そうでしょ、うん、まあ、あそこら辺はやっぱ那須何やってんだと
それはなりますよ。それはなります。それはまあでもね、それをチャレンジしてみないと分かんない、ね、そう、チャレンジしてみないと分かんなくて、うん、そのまあどっちかというとその軸となるものが何かっていうのをまだ分からなかった、うんうんうん、だからサッカーのね発展貢献とか言いつつ、うん、自分は何をやってんだろうっていうところにこう行き詰まっちゃって、だから外部の声がすごく気になってた。広げたいけどその伝える方法が何が正しいか分からなくて、うん、ちょっともどかしくてさらに外の声を聞いて、うん、やべえ自分なんか違う方向行ってんじゃないかみたいな。そうそう、自分でも納得しちゃってるという外部の声に対して。あ、うん、だからそこが一番辛かったかな。へえ、うん、でもさ、そこからね、うん、こういろいろやっていく中で、うん、こう登録者がさ、うん、増えていくわけじゃん、うんうん、こうなんか増えたきっかけとなったような動画ってあるの？動画というか、まあ一つは、うん、アンドレス・イニエスタ選手がまだそれでこそ1万いってないんじゃないかな、何千人の時に移籍してきて、うん、3、4ヶ月一緒にプレーして、うん、でちょっとアンドレスにね YouTube 出てもらえないダメ元で行ったのよ、うん、そしたら思いのほか OK っつって。そんなに簡単だったの？うん、タイミングだけ、もうほんとタイミングだけ合わせればいいよみたいな。あ、そう。これよく快諾してくれたっていうのはまあ大きかったんだけど、うん、でそれで注目度もすごく上がったし、うん、まあサッカー界っていう、サッカー界の、自分のチャンネルっていう意味では、うん、イニエスタ選手がやっぱ自分はもう価値がある選手じゃん、うん、インスタも何千万人いたりとかさ、うん、もうすごい注目され、もう世界的スターでしょ、うん、自分のそのやっぱ、まあ、さっき言ったけど本質っていうかプレイヤーの本質を分かってるからこそ、うん、その自分とのその関係値もそうだし、自分がそこで出ること発信することでどういう影響が及ぶかっていうのを全て見えてるから、うん、それを分かった上でのこの返事だったの。イエスだよっていう。そう。そこになんかまたこう俺はすごくこうモチベーションをこう得たというか、嬉しさを感じて、なるほどね。さらに頑張ろうって。さらにちゃんと自分がそういった人たちの優しさとか好意みたいなところも含めてちゃんと広げていかなきゃなみたいな。うん、そうそうそう。はあ、うん。冬の高校サッカー選手権を盛り上げたい。価値を最大化させたい、うん、情熱と対価を同等に得れる場にしたい。那須大輔 YouTube 今後の目標って100万人っていう